マダガスカルの歴史、マダガスカルの歴史では、マダガスカル共和国の歴史の概要について述べる。マダガスカルの最初の住人は、アウトリガーカヌーの存在や、言語学の研究から、東南アジア島諸部から渡ってきたことは確実視されて、いたが、2005年に発表されたマシューハールスによる DNA 研究により、1世紀前後、ボルネオ島から、公開カヌーで、インド洋を横断して、 マダガスカルに移り住んだことがほぼ確実視されるようになった。その後、アフリカ大陸東部から渡ってきた人々とボルネオ系、マレーポリネシア系の人々は混血し、ヨーロッパ人到達以前にその DNA 上の比率は半々になっていたと考えられる。なお、ボルネオ系の DNA は、ボルネオとマダガスカル島の間のインド洋沿岸では見つかっていないため、ボルネオの人々は、 直接マダガスカル島まで航海した可能性が強い。この二つの島の間は4500三百8 3 0 0トルも離れているが、赤道無風帯も通過する必要がない上、常に貿易風が追い風となる航海であるため、当時の東南アジア島諸部の海民の技術レベルならば、分に現実的な航海である。ボルネオ島からジャワ海を渡ってスマトラ島か、 ジャワ島で補給をすれば、さらに難易度は下がる。ジャワ島からマダガスカル島まで 6000km としても、平均時速5ノットで搬送できれば30日弱で到達することができる。文献にマダガスカルの存在が初めて登場したのは、ギリシャのプトレマイオスによるメヌティアスという島についての記述だと言われている。このメヌティアスがマダガスカルだというのが有力である。 異論も存在するより可能性が高いと思われる文献はマルコポーロの東方見文録である東方見文録では大きな島の記載があるがマルコポーロはソマリアのモガディシュ地方と勘違いしてマダガスカルと誤って紹介したこれがマダガスカルの名前の由来となっている一方でアラブ世界ではマダガスカルは古くから知られていたアラブの地図で マダガスカルはゲシロットエーエルコモア、ガツの島の意味の名前がついていた。コモアの名前はマダガスカル北西にあるコモロ諸島にその名が残っている。また、アラブ人は9世紀頃からマダガスカルに進出。さらに、アラブ商人たちは東アフリカから連れてきた黒人たちを奴隷としてマダガスカルに連れてきた。これにより沿岸部の所属は交易によるとみを築いた。 マダガスカル島の北部には、11世紀から12世紀にかけて、インド洋交易と共に、東アフリカの沿岸交易で栄えた港湾遺跡があり、沿岸交易の輸出品として、緑で沿岸製の容器が生産されていたことが、ザニアのキルワ遺跡からの出土品からも判明している。東方見聞独で紹介された、マダガスカルの存在は、その存在自体が疑われていた。 しかし、1500年8月10日、ポルトガル人のディエゴ・ディアスがマダガスカルを発見した。この日は、セイロ・レンソの祝日であったため、ディアスは島を、セイロ・レンソ島と命名した。マダガスカル、発見後、ポルトガルはたびたび、宣教師を送りキリスト教布教を進めるが失敗した。またイギリス、オランダが、マダガスカルの沿岸に拠点を築こうと試みたが、 しかしこれも原住民の反発を受けたため、100年以上にわたってヨーロッパ人の征服は失敗が続いた。1643年、フランスのプロニスがマダガスカル島南端のフォードファンに要塞を建設。プロニスの後継であるフラクールが最初の総督に任命された。フォードファンでは1673年に 地域部族の反乱により撤退を余儀なくされたが、その後もフランスは統治権を主張し続けた。マダガスカルは高原部に居住する東南アジアから移ってきた民族によって主に支配されていた。また沿岸部はアフリカから連れて来られた奴隷やアラブ系の民族が暮らしていた。各民族はそれぞれ独自の王政を引いていたが、マダガスカル統一の動きが現れたのは、 18世紀に入ってからとなる。17世紀初頭、マダガスカル中央高原には、ペツレウ諸王国、メリナ王国、東南部のアンテムル王国、などが乱立、互いに狭い領域を支配している小国に過ぎなかった。同じ頃、ガッュマの西側半分を支配するに至るが19世紀に入ると衰退してしまった。18世紀末、メリナ民族を統一したが現れる。 王は、サカラバ族を退け、け、別レ王国を征服し、19世紀のメリナ王国によるマダガスカルの広域支配の基盤を築いた。19世紀初め、アンドリアナムプイニメリナ王の息子であるが、メリナ王国を引き継ぐ。彼は、先進的な考え方の持ち主であり、国民の教育レベルを引き上げて、ヨーロッパの知識を取り入れなければ、 ヨーロッパに植民地化されてしまうという危惧を抱いていた。ラダマ一世は、モーリシャスのイギリス総督であった、ファーガーの援助を受け、軍隊をイギリス流に訓練した。さらに、奴隷貿易の廃止や、学校の設立、アルファベットによるマダガスカル語表記の導入など、近代化イコール西岡化政策を進めた。しかし1828年、志半ばでラダマ一世は高い。 ラダマ一世の第一夫人画として即位した。彼女はヨーロッパ的死政策に切り替えた。1835年にキリスト教の布教を禁止した。1861年にラナバルの愛オが死去。その息子画として即位する。ラダマ二世は再びヨーロッパ化を推し進める政策へと変更した。しかしその政策が急であったため。 王家反対派により1863年に暗殺された。ラダマ二世の後継はその日であったが即位。1868年にラスヘリナが没すると十枚画として即位する。彼女は行政改革に努めるがメリナ王国は衰退していった。このようにメリナ王国が衰退を続けるとイギリスは王国の衰退を指して 植民地下の野心を向け始めた。これを察したフランスはそれに先んじるため1883年にタマタブを占領した。1883年にラナバルナ二世が没すると、その10枚がラナバルナ三世として即位した。1890年にメリナ王国の保護権をフランスに認める。一方でイギリスに接近して軍隊の再整備を進めた。 1894年にフランスは、最後通帳を突きつけて、1895年、メリナの王宮の置かれていたアンタナナリブを占領する。1897年、ラナバルナ三世をレユニオン島に流し、メリナ王国を滅ぼした。1896年8月6日、フランス政府は、正式にマダガスカルを植民地としたことを宣言した。開始初期には、 メリナ族などの反乱があったが、フランスによるマダガスカル経営は順調に推移した。貿易量も増えて、経済発展も進んだ。一方で、マダガスカル人の知識層の数も増え、彼らは反植民地運動の先駆けともなっていく。第二次世界大戦が始まると、貿易量が激減して、マダガスカル経済は深刻な危機状況となった。1940年に、 フランス本国がドイツに占領されると、当時のマダガスカル総督は、ビシー政府の指示を表した。この状況に対し、正論を機海戦で、イギリス海軍を放逐した日本軍のマダガスカルへの無血進出、さらにアフリカ大陸への上陸を恐れたイギリスは、1942年にマダガスカルへ派兵。沿岸の基地を占拠したマダガスカルの戦い。その後、 ドイツからマダガスカルのビシー政府軍の援護を要請された日本海軍の艦艇がイギリス海軍艦艇を攻撃し撃沈。その後偵察兵が上陸したものの戦線が伸びることを望まなかった日本軍による攻撃はその後行われなかった。イギリス軍はアンタナナリブの占領も実施したが日本軍による上陸、占領の可能性がなくなったこともあり。 1943年に、イギリス軍は自由フランス政府へ、マダガスカル全土を返上した。戦後、マダガスカル革新運動党、MDRM 支持者とマダガスカル非継承者党、パデザム支持者との間で、政情不安が高まる。1947年3月に、マダガスカル東部で大規模な暴動が発生する。犠牲者数は数千9万人と申される。 1958年10月14日には、フランス共同体内での自治共和国として認められ、民主社会党の党首フィリベール・チラナナが首相となった。1959年4月29日には憲法が制定されて、同年5月に最初の大統領選挙が行われる。フィリベール・チラナナが初代大統領に選出された。 1960年6月26日、マダガスカルは正式に独立を宣言。独立後もフランスへの依存は続き、経済は低迷した。1972年にチラナナが大統領職に参戦されると大規模な暴動が発生。特に同年の5月13日にはアンタナナリブでの暴動は各地に飛び火し、チラナナは非常事態宣言を発令した。 それでも暴動は収集がつかず、チラナナは5月18日に政府を解散し、全権を陸軍のガブリエル・ラマナンツォア将軍に移譲する。ラマナンツォア将軍は将校や労働者からなる内閣を作り、国民投票での信任を得ることに成功する。新政権は思想を180度変換し、社会主義化を推し進めたが、各地の部族対立から内政は安定せず、 閣僚暗殺などが発生する。1975年には海軍中将で元外相のディディエ・ラツイラカが大統領に就任する。同年、マダガスカル共和国からマダガスカル民主共和国に改名。外国資本を接収し国有化するなどの社会主義化を進めた。1989年3月、ラツイラカは再選され7年間の任期を得たが、この選挙は、 不正が疑われ、暴動も発生した。1991年に入ると、政党結成の自由化をきっかけに、憲法改正要求から、大統領辞職を求める野党連合の集会が頻繁に行われるようになった。1991年5月から1992年1月まで、ゼネラルストライキや暴動が発生。ほとんどの経済活動が停止してしまう事態になった。 ラツイラカ大統領は第三共和制への移行を約束した。1992年8月、憲法改正が国民投票によって承認され、国名がマダガスカル民主共和国からマダガスカル共和国へと変更されるとともに、大統領任期も7年から5年に短縮され、参戦禁止事項も盛り込まれた。それでもラツラカ大統領は政権への執着を見せ、首都、 アンタナナリブにつながる鉄道橋を爆破して首都を封鎖した。選挙前に国民の不安は増大したが、1993年2月、アルベールザフィが当選を果たし、ラツラカ政権を打倒した。ザフィは第三共和制初代大統領に選出されたものの、実務経験のないザフィ大統領は、政治及び行政面で国民が期待したような成果を、 上げることができなかった。この結果、ザフィ大統領は1996年7月に首相悲鳴を拡作したなど権力を乱用したという理由で議会から悲鳴の告発を受ける。1996年12月、15人の候補者により大統領選挙が行われる。決選投票の結果、ザフィ大統領は49.3%の得票を得ながら落選。 この時50.7%の得票を得たディデル、ラツラカが再選を果たした。この結果は世論を驚かせた。2001年、実業家でアンタナナリブの市長でもあったマーク、ラバルマナナが大統領選挙に立候補する。彼の公約はアメリカ大統領のフランクリン・ルーズベルトをモデルに、経済復興と全政権腐敗一層を掲げた。2001年12月に、 大統領投票が行われ、ラバルマナナは、初回選挙における過半数獲得を主張。しかし、ラツラカはそれを認めず、決選投票への移行を主張。ラバルマナナが、大統領への宣誓を行うと、ラツラカは、非常事態を宣言し、戒厳令を引いた。ラツラカと、彼の閣僚は、トアマシナに臨時首都を置き、一国に二人の大統領がいる事態になった。 軍部は、ラバルマナナ指示を示したが、ラツラカは激しく抵抗。2002年4月に、憲法最高裁判所の判決により、ラバルマナナの勝利が確定する。7月、ラバルマナナ派軍隊のトゥアマシナ市内侵攻に伴い、ラツラカと近親はフランスへと逃亡した。ラバルマナナ大統領就任後、2009年1月頃から、反政府指導者、 アンドリー・ラジョエリナが抗議デモを行い、ラバルマナナは国外へ亡命。これを受けて、ラジョエリナが暫定大統領となったマダガスカルクーデター。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。